私が求めるデザインっていうのは、いろんな人の感覚の積み重ねにどっか訴えるものがあるデザインが私は好きで、この街にデザイナー井上真紀、2021年株式会社エリマキを設立、トップアワードアジア、グラフィックデザインインジャパンなどを受賞、宇和町松山市を拠点にさまざまなデザインを手掛けている。散歩中にいろんな、いいグラフィックが結構あるんですよ。田舎って田んぼのにこう泡立ってる泡とか、土管にわーってスプレーしてある跡とか、よく見るとすごく素敵なテキスタイルになってる。私がグッとくるデザインっていうのが、なんかね、人間って生きてきて、子どもの頃、赤ちゃんの頃から成長していって、みんなそれぞれにいろんな体験するじゃないですか。砂場で遊んだり、なんか食べちゃいけないもの食べたり、描いちゃいけないとこに絵描いたりとかで、デザイン、私が求めるデザインっていうのは、そういういろんな人の感覚の積み重ねにどっか訴えるものがあるデザインが私は好きで、その人の思いとか作ってるものを一番いい形で世の中に送り出したいっていう気持ちはすごくあります。